競争車とは、オートレースの競争にのみ用いられる二輪車のことである。かつては四輪車によるレースも行われていたが、現在は二輪車のみで行われているため、本校では二輪競争車に限定する。フレームは、ダイヤモンドフレームの一種であるが、一般向けのオートバイのフレームと異なり、ボルト接合の部分が多く、分解整備が行いやすい。なお競争車のフレームは、 専門メーカーにより製作されている。用途が特殊すぎて転用できないため市販車はない。オーバルコースを半時計回りに周回し、車体を左へ40度から50度傾けた状態で走行する時間が長いことから、ハンドルは左側が高い左右非対称になっているが、これは競争車を傾けた時点でハンドルが水平になるようにするためである。フロントサスペンションは選手が スプリングフォーク、またはオイルフォークのどちらかを選択して装備する。スプリングフォークはダンパーの併用も可能な規則になっている。リアサスペンションはリジットである。走行中に車体へ右膝を押し当てて安定を保つためガソリンタンクの下に膝当てが装着されている。タイヤは2004年4月以降は住友ゴム工業製、ダンロップブランドのバイアスタイヤ、 KR-73S を統一使用する。これは、かつてのレース向けタイヤであり、オートレースでも1973年9月より、統一タイヤとして使われていた、KR-73 をベースに、完全なオートレース専用仕様にしたもので、市販のタイヤと異なり外周部のゴムを増やしたため、トレッド中央部が厚く、断面が三角形で二つの頂点が、 リムにはまり編が設置する極端な形状となっていて、車体を傾斜させた時に設置面積が広くなるように作られており、オーバルコースをより効率よく走行することができる。タイヤは左右対称かつ前後輪郷用で、ある程度の使い回しにも対応している。かつては寒冷気用として、トレッドパターンは同じであるがコンパウンドが低い気温に、 対応した KR-73W を前輪に使用していたが、2015年2月に新型のタイヤが導入されたことに伴い使用を終了している。実際に選手が走行する際には、特に静天時用のタイヤについて、設置面をサンダーで削ることで、溝を浅くした上で走路を走らせ調整を行う。ブレーキは装備していない。 これは最高速度 150km 毎時で、車体同士が接近するオートレースにおいて、角の減速は大事故につながりかねないためである。代わりに、スロットルグリップを一杯に戻すと、キャブレターのスロットルバルブが前兵となり、通常のオートバイに比べずっと強力なエンジンブレーキがかかることで減速を行う。また左足に鉄製のスリッパを装着し、 これを走路に擦りつけることでの減速も行う。ギアは、細かいギアチェンジをレース中に行う余裕がないことと、軽量化のため、スタートから直線数十メートルまでのローと、最初のコーナーからゴールまで用いるワイドレンジの、トップによる二足のみしか存在しない。セルモーターも軽量化のため搭載されず、エンジン始動時には、他の選手等の助けを借りて、押し掛けを行う。 一台の価格はエンジンアッセンブリー部分が約120万円。その他フレームタイヤ等も含めた完成車になると約200万円程度。一般への販売がそもそも行われていない上に選手であっても新品の機材を購入できる時期が限られており、選手以外が車両を入手することは難しいが、競技で使われなくなった中古車が市場に出回ることは時折ある。 エンジン内部の整備は、整備違反を防ぐために検査員と共に行う。現在オートレースで使用されているエンジンは、セアと呼ばれる、鈴木製の AR600、または AR500 に限定されている。1993年10月1日のセア一世、乗り換え以前には、英国製のトライアンフや、HKS 製の富士、メグロ、極東、東洋などが使用されていた。 マフラーについては、以前は、消音器なしのものが使われていたが、近隣への騒音問題への配慮等から2009年により、消音器内蔵のものに切り替えられたほか、2015年からは、ナイターミッドナイト開催にて、巨大な消音器を持つ専用マフラーが使われている。原則として選手は、オートレース選手養成所での訓練過程、並びに、デビュー後、約1年半の間は、 AR500 を使用し、その後 AR600 に乗り換わる。通常1級車を使用できるようになった選手が2級車で、競争に挑むことはないが、たまに普通開催で2級車チャレンジなどと題し、トップ選手が相手に9車を使って競争に参加する企画レースが組まれることがある。1950年、オートレースが誕生した当初は、シリンダー数と排気量によるエンジンの 旧別区分以外には各たる基準がなく、旧別は二輪車に関しては一級車から救急車までが存在するなど雑多を極めていた。ただ、廃棄量などに制限はあったものの、実質的にはほぼ自由に選択できる状況であったため、次第に国産、外車を問わず32も及ぶメーカーのオートバイが乱立するという状況になった。外車では、ハーレー・ダビッドソンやノートン、 トライアンフなどが国産ではメグロなどが主に使用された。なお京都は異なりハンドブレーキを装着したマシンも多く存在していた。しかしこれらの車両は大半が戦前に生産、輸入されたもので性能は決して良くはなかった。また燃料であるガソリンが満足に供給されなかったため代用燃料としてアルコールや小混油を使用する車両があった。 その結果、故障が頻発し、修理をしようにも部品そのものがなく、選手が手製の部品を製作して修理することが当然という状況に陥っていた。故障や事故が増えた結果、観客が減少し、安定した開催が実行できないほどの影響が生じ始めた。ギャンブルとして見た場合、事故が頻発することで車検の的中率が下がることを嫌うというのは当然のことで、 また、モータースポーツとして見た場合においても、事故が頻発するレースは面白みに欠けるものであった。事態を重く見た各競争会は、それまでのホーズに使用が許可されていた、競争用オートバイの企画化を決定して、企画者が導入されることとなった。同時に、国産車よりも高性能な輸入車の確保にも乗り出した。結果、1950年当時から使用されていた、 競争車で企画化後も残ったのは、トライアンフとメグロのみとなった。また機頭と容石の区分も改定され、となった。4級車は全場補装化後に、3級車は1985年の19期生のデビュー時に、1級車短期祷は1993年の聖愛一世乗り換え時にそれぞれ廃止となったが、1級車と2級車は現在でも存続している。百五十四年、 業界団体による輸入車として、スピードウェイレーサーの JP エクセルシオールマーク2モデルという車両が、イギリスより導入される。エクセルシオール製のフレームに J プレストウィッチ製のエンジンを搭載した、このオートバイは、オートレース競争者の世界に、新たな旋風を巻き起こし、後に、エクセルシオールも、英語読みして、ジャップエクセルシャーと呼ばれるようになった。 ジャップエキセルシャーの特筆すべき点は、製造者名にちなみ、エキセルフレームと呼ばれたフレームの構造にあった。ダイヤモンドフレームの一種である、このフレームは、その堅牢な構造も、さることながら、スピードウェイ同様に、ダートトラック中心であった、オートレースのレーススタイルに非常によく適合したので、ある。フレームのみならず、エンジンも優秀で、西方義春選手がこの、 ジャップエキセルシャーで第一回解説記念グランプリを制するなど十分な実績を誇った。しかし、ジャップエキセルシャーのエンジンはアルコール燃料を使用するものだったため、オクタン価を誤るとエンジンがすぐに焼きついてしまい、使用不能になってしまうという欠点があった。その後、次第にガソリンに対応したコピー部品やコピーエンジンが国内で生産され、新たに 国産ジャップという故障でデビューする。またフレームもエキセルフレームを元に統一規格のフレームが開発されることになり、後に舗装路へ完全移行した後もエキセルフレームをベースに現行のフレームが開発され現在まで使用されることになる。こうして輸入された原型のジャップエキセルシャーだけでなくエンジンを改良した国産ジャップもエンジンそのもののの世界により、 減少していき、そして、ジャップエキセルシャーも、国産ジャップも、全、オートレース場が完全舗装化された直後に姿を消した。かつては、オートレースでも2回乗りが認められていた。そのため、選手は、数多くの競争者を保有していた。ただ、2回乗りには、規制があり、同級別の2回乗りは認められていなかった。したがって、 複数級別の競争者を保有する必要があった。この制度は選手にとっては、金銭的にも、肉体的にも負担が大きかった。遠征時などには2台の競争者を運搬する必要があったため、その維持管理にかかる費用が膨大だったのである。また、現在の競争者とは、比較にならないほど振動が強く、2回乗りによって、腰痛を患う選手が続出してしまった。 こうした点を踏まえ、1975年4月1日、一人一社制が施行された。この制度は、各開催時に、あらかじめ事故の所有する競争者を一台のみ登録し、その競争者のみによって、レースを行うことを原則とするものであり、現在も存続している。ただし、開催期間中の事故等で登録した競争者が使用、不可能となった場合はこの限りではない。 2013年、オートレース振興協会は競争者の電動化について検討を始め、統括団体のジャカと共同で設計使用書を公開した。これによると電動機を車載した状態で現行のセアエンジンと同等の走行性能を持つものを開発する方針となっていた。なお EV 化については、周辺への騒音問題などを含めた解決を目指す、と申している。 しかし2015年、一般市販車による競争使用を検討していることや、セアエンジンがないター対応マフラー使用による大幅な騒音削減を実証したことから、一般市販車の EV 化進捗を待って検討する方が得策との結論に至ったとして、この時点で電動競技専用車の開発を断念した。競争車の場合、車名とはすなわちエンジンの名称のことを指す。しかし、 ナノビでは、判別に支障が出るため、各選手が自身の競争者に独自の愛称をつけている。この名称を競争者呼び名という。呼び名は、カタカナ、アラビア数字、アルファベットを組み合わせて7文字以内と定められている。競争場名ほど基準は厳しいものではなく、社会通念上、著しく俗悪なものでもない限りは、各選手の自由である。かつては、出走表や、 専門誌などでは、選手名よりも先に、この競争者呼び名が記載されていた。また、テレビ中継の実況でも呼び名を呼ぶことが、多く、まさしく、代名詞となっていた。最近でも2009年2月17日の、飯塚オートレース場、第 9R で出走全員が、田中聖という、田中選抜のある企画レースが実施された際には、実況の煩雑さからアナウンサーは、 社体名を多用しながら実況を行っている。ありがとうございます。